どうもこんにちは、 SK 広報のヨベイです。今回はなんとこちら、 SK 本舗様よりシャイニング 3D ハンディ 3D スキャナーインスタをご提供いただきましたので、こちらを実際に使いながら紹介していこうと思います。はい、まさかまさかの企業案件です。もちろん忖度なしでいいとこ悪いとこを伝えていきたいと思っておりますので、安心して参考にしていただければ幸いです。動画の最後にはお得なセール情報やヤンデータ閲覧サイトのご案内もございますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。ここで初めましての方にちょっとだけ自己紹介。私ヨベイは造形作家としてドラゴンなどのクリーチャーやアニメ、ゲームキャラクターなどを幅広く造形しています。詳しくは動画概要欄にある SNS をご覧ください。良ければフォローもしてもらえるとすっごく嬉しいです。さあ本題に戻って、早速箱を開けると中身はこんな感じ。ではまずこれですね。スキャナーのレンズを拭くクリーナーが入っておりました。最初これ何かなって思ったんですけど、この裏を見てみるとここに魔の布マフって書いてあるんですよ。これそんなまがまがし、はい、これが入っておりました。そして次はこちら、スキャナーに接続する電源コード。そしてこれが本体ですね。じゃあ箱は下に、それでは開けていきましょう。すると中身はこんな感じ。でん、まずはこちらインスタ本体。もうもともとストラップがつながれていて、任天堂の Wii リモコンみたいなシリコンカバーがついています。そしてはい、こちらパソコンとつなげるケーブル、こちらが電源アダプター。そしてでっかいものは全部開けたんですけども、まだ上の方に入ってるものがありまして、ここを開けると、こちらがインスタのクイックスタートガイド。そしてもう一つ、謎の丸々シールがいっぱい入ってる袋が入っておりました。これは 3D スキャンする際の、トラッキングのために使用する丸々シールです。さらにまだポケットがあります。黒い袋を開けると、はい、こちらプレートが入っておりました。このプレートは、キャリブレーションをするための、プレートのようです。インスタを落とさないようにするための首下げストラップ。内容物はこんな感じとなっております。ちょっと余談ですが、今の 3D スキャナーってプロの人が使うものではなく、僕ら個人が趣味や DIY などにも使える身近なものになっています。でもそういった 3D スキャナーは併用だと精度が悪い、初心者には扱いが難しい、さすがに値段が高すぎるといったイメージがありました。そこでこちら、シャイニング 3D のエインスターは手軽に高精細な 3D データを作れる最新型スキャナーとなっています。エインスターを通して 3D モデリングをすることで、初心者の方でも簡単に 3D データを作ることができちゃいます。またゼロからデータを作るよりも圧倒的に作業効率を上げることができるので、仕事に生かすことも可能です。それではそんなエインスターの詳しいスペック一緒に見ていきましょう。はい、こちらがスペック表となっています。文字ばっかで何がいいのかわからん人は後で噛み砕いて説明しますので、流してもらって OK です。エインスターはシャイニング 3D 社の最新機種で、歴代で最も手頃な価格かつ高精細に 3D スキャンが可能とのことです。そして LED ではなくレーザースキャンにより高精度で光の影響を受けにくく、従来の 3D スキャナーが苦手とする光沢のある黒色の素材などのスキャン品質の向上を実現させましたとのことです。あー、こういうのを聞くとちょっとワクワクしてきますよね。では公式のスライドを交えながら、エインスターの何がすごいかを深掘りして見ていきましょう。シャイニング 3D、 エインスターが世界中の 3D パーソンに選ばれる8つの理由。その1、様々な用途に使える。実物をデータとして保存。スキャンしたモデルを 3D プリントしたり、AR や VR に召喚することだってできちゃいます。その2、0.1 ミリ単位の高精度スキャン。0.1 ミリ。つまり、皆さんお手持ちの定規1ミリのさらに10分の1のサイズ。こんな精度でスキャンできちゃいます。その3、高精度な色彩の再現。美しく繊細に描かれた美術品も高い再現度でデータ化することができます。その4、充実したサポート機能。スキャンする際はどうしても完璧にはスキャンできない部分ができてしまいます。でも大丈夫、そういった部分は赤色の表示で教えてくれるので、スキャンを重ねていけば OK です。それでもスキャンできなかった部分はソフトが自動で保管してくれます。その5、効率的なスキャンが可能。スマートトラッキング機能、自動位置調整機能によってスムーズで素早く、最大 14fps のスキャンが可能です。不要部分の削除などもソフト内で簡単にできちゃいます。この6、
屋外での安定したスキャン。画像ではでっかい象さんの置物をスキャンしていますが、家電や家具、お父様方の愛車までもスキャンできちゃいます。この7、使いやすいデザイン。片手で持ちやすく、またケーブル1本、 PC と本体に挿して電源をコンセントに挿せば OK。 ソフトも日本語対応で完璧です。8、人間や生物のスキャンも可能。スキャン中はプロジェクターの照射がないため、目への負担が少ないです。加えて、ヘアモードをオンにすると、データがより正確になるみたいです。はい、なんだか良さげなポイント盛りだくさんですね。そして、気になる価格ですが、通常価格は税込み167,200円。スペック表のところで、歴代で最も手頃な価格と言いましたが、約17万は、決して安い買い物ではないですよね。一応価格としてはリーズナブルな方で、本当に高いものだと20万から100万、またはそれ以上のものもあります。これを見ると、歴代で最も手頃な価格というのは間違いないんですが、とはいえ覚悟のいる買い物になるのは間違いないと思います。そこでです。超お得なお知らせがあります。動画投稿日である本日4月2日より、SK 本舗さんにて通常価格167,200円から、18,700円引きの148,500円でセールが開催されています。今までこういう 3D スキャナーのセールって僕自身あんまり見たことがなくて、かなり激レアなセールとなっておりますので、少しでも購入を検討されている方はこのチャンスにお買い求めいただければと思います。詳しくは動画概要欄に URL を記載しておりますので、そちらからご確認ください。はい。当初長かったので駆け足でしたが、どうだったでしょうか？まあ、実際に使ってみないとわかんないですよね。さあ、これから実際に使って、インスタ、レビューしていきます。はい、それではケーブル類を PC と接続していきます。この赤い丸の部分が、ここにこう入るように、差し込みます。で、これ注意なのが、ここを引っ張ったら、ダメです。じゃあどう引き抜けばいいのかっていうと、銀色のところ、ここをキュッと掴んでケーブルを取るっていうのをやるようにしてください。次はこの外アダプターに太いケーブルを差し込みます。そしてさっきのアダプターとエンサー本体に差し込んだこのケーブルに差し込みます。こうそうすると、このエンサーの裏側にここにライトがつきます。これで接続がされたということになります。下準備としてソフトウェアのインストールをしていきます。はい、今画面に映ってるのがもうインストールされたソフトになっていて、今回このインストールしたのは最新アップデートされたベータ版を使用しています。過去のバージョンよりもいろいろ処理性能がパワーアップしてるみたいなので、こちらを使いましょう。ちなみにこのソフトの推奨 PC スペックはこのようになっています。最低スペック値は若干高めとなっていますので、ご注意ください。自分の PC が最低スペック値を満たしているかどうかを確認する方法なんですが、このソフトウェアの右にあるハテナ、これをポチッと押して、動作環境検出、ここをポチッと押すと、このように全部診断してくれるんですね。すごい便利ですね、これ。これが全部チェックついてれば、バッチリ OK ってことです。はい。それでは、まず最初に買いたての状態ですね。この状態で最初にやらないといけないのがキャリブレーションというやつです。キャリブレーションはこの点を測って精度を上げたり、板の裏がね真っ白なんですけど、この真っ白な板を読み取ってホワイトバランスっていうのを調整して最適な値にするっていうのを最初にやらないといけません。じゃあまずこれをやっていきます。じゃあまずはこの上の部分のキャリブレーション、これポチッと押して、お、来た。こんな感じでやってくださいと出てますね。よし、じゃあ早速やりましょう。うまくできるかな。いきます。ピッ、来た。 OK よし、 OK。 そしたら次は、お、奥に、あ、そうだね、これちゃんとあのストラップつけてくださいね。もう何十万しますからね、これ。そして奥にはポチッとして、やばい、モニターに当たる、やばい、狭い、あ、ダメだ、ちょっと待って、もう一回最初からいいですか。はい、ちょっと仕切り直しでいこうと思います。はい、もう一回さっきの高さのやつですね。はい、ポチッとして、近いです。 OK、 どう？ OK、
OK、 よし OK。 そしたら30度に傾けてもう一回やりましょう。30度ってどんくらいなんですかね。90度、45度、30度、 OK。 じゃあこれでモニター見ながら合わせて角度を保ったまま上に上げていって、よし、次は手前側でいきます。 OK、 じゃあよし、次は横、これが90度、45度、30度。よし。5、1、2、3。やばい。撮影用のライトに当たる。まずい。4。あ、やばい。ライトがカメラに映ってないかもしれない。もう一息がいかない。ちょっと待って。狭い。スタジオが欲しい。よし。いった。すいませんね。ちょっと、机の上なんで狭くて。じゃあもう一丁。これ。いきます。1、2、3、4。よ、来たー。どや。うえー。簡易キャブレーション完了。これで、次はホワイトバランスで、これの裏ですね。これをスキャンします。ほな、いきますせ。垂直に当てて、あ、いいんだ、これで。ホワイトバランスはもう簡単ですね。じゃあ、これでキャリブレーション完了です。はい、それでは下準備がだいたいできたところで、これで説明書に沿って一通りスキャンしてみようと思います。さあ、何をスキャンしましょうかというところで、今回こちら。ででん。僕が過去に作ったカエルくんです。机のライトが下から来てるせいでなんか怖い感じに見えますけど、はい、僕が作ったカエルを結構ね、これね、結構ディティールが細かく入っていて皮膚感がすごい魅力的なフィギュアになってるかと思います。これがどれだけスキャンできるかっていうのを今試してやってみようと思います。じゃあまずは、僕も今初めてなんで結構わかんないんですけど、まずはプロジェクト作って、一旦ちょっとデスクトップに保存しようかな。で、OK を押して、そしてこれ、スキャンモードっていうのがあって、人間用のポートレートモード、それと、この、モノ専用のモノモード、オブジェクトモード、なんだ、モノモードって。で、ここで対象物のサイズを選べます。中型、大型の対象物、小型オブジェクトっていうのがあるんで、今回、カエルくんはちっちゃいんで、小型オブジェクト、そして、位置合わせ方法を選択してくださいということで3種類ありますね。特徴、マーカー、テクスチャー、これどれ選べばいいかっていうと、まあ、このカエルくんだったら結構この凹凸がはっきりしてるんで特徴っていうのはもうバッチリ持ってる状態のオブジェクトになっています。例えばこのマーカーポイントとかだと、そうですね、これどうだ、これあのブロワーなんですけど、このブロワーってどの角度から見ても大体形一緒じゃないですか。なんでこういった場合に先ほど付属してたこの丸々のシールをどの角度から見ても同じようなものに対してこうペタ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 と貼り付けていって位置合わせをしていくっていう方法、それをやる際にはこのマーカーポイントにチェックを入れましょう。そしてテクスチャーっていう場合は、まあ、色が塗ってあればそれに追従しますよってことなんで、まあ例えば花瓶とかああいったものはこのテクスチャーのところをオンにすれば追従してくれるっていうことになります。そして解像度を選択とあります。この注意ポイントを見てみると、ポイント間隔が小さいほどディティールが向上しますが計算時間が長くなりメモリ消費量も大きくなりますのでご注意くださいということで、精度をマックスにするとやっぱり重くなるっていうことなんですね。まあマックス精度でいきましょう。妥協なしでいきましょうね今回は。それでは確認するポチッと押して、もう始まるのか。お、データクオリティ表示器、これをオンにするのをおすすめしますと。で、凹凸切断面、これもじゃあオンにしときましょう。じゃあこれでいいってことなんですかね。準備ができたんで、この真ん中ミュージックプレイヤーの再生ボタンみたいなところですね、ここ、これをポチッと押して、来た、お、来た。おお、どうすんの。持ちながらパターンがはっきり投影されるまで明るさを調整してください。若干赤くなれば OK ですということです。これライト上げていって、これ若干明るいですね。じゃあこれでいいのかな。はい、今ねここね、赤くなったり緑色になったりってあると思うんですけど、これ今ローソンです。でこれファミマです。でこれ赤ミマートです。これで赤はダメで、でもローソンもダメなんですよ。じゃあ何がいいかっていうと、ファミマがいいんです。ファミマで、このライトがファミマになれば OK です。はい、なんかめっちゃ怒られます、これ。はい、じゃあこれでもういきますね。わかんない。初めてだから。
何もわからん。これはスキャンできてるのか。赤すぎるな、明るすぎるな。うるさいうるさい。はい、どう、これは暗すぎ。これちょっと大変ですね。ちょうどいいところに合わせるっていうのが若干一歩落として、これでいきましょう。ちょっと待った、ちょっと待った。あ、わかった。どうやって止めんのこれ。わかんない、パニックです。これいきます、スキャン開始。ん、いいのかこれで。取れてるの、これで。できてなくね。平面検知オンにした方がいいんじゃないか。これでじゃあもう一回やってみましょうかね。こっち、あ、来た、来てるねこれね。あ、色ついてる。うん、来てるのかこれ、もしかして。ちゃんとインジケーターライトがファミリーマートになってますねこれ。いいんじゃない。若干ターンテーブルも、あ、ターンテーブルじゃない、俺の手がスキャンされてるの。あ、ごめんなさい、ごめんごめんごめん。あ、すぐ戻る。ちゃんとここに戻してくださいねって教えてくれるっていうのは。ちょっとずれた、ちょっとずれた。こんなもん。ちょっと上もスキャンしちゃって、して多分お腹らへんがね今スキャンされていないと思うんで。すごい、ちゃんと追従してるな。僕今初めてで、うん、とんでもなく下手くそだと思うんですけど、これで果たしてうまく取れるのかっていう。ちょっと横にしてみたりと、若干明るすぎ。あのターンテーブルを回すときに手が当たっちゃうっていうのはちょっと、やばい、ロストしてる。トラッキングロスト。なんかかっこいい。結構マルチタスクかもしれない。カメラウィンドウ見つつ、スキャナー調整しつつ、もう距離調整しつつ、ファミリーマート維持しつつみたいなね。スキャンできてるかな。でもねこれやりすぎると、あの頂点が重複しちゃって、あまり綺麗じゃなくなっちゃうんですよね。はい、一旦これでフィニッシュいきましょう。 OK、 天群データを生成する。ポチッと押しました。いや、ちょっとうまくいってる気しねえな。大丈夫かな。まあ初めてはね、僕ってこう初めてのことに弱いんですよ。だんだん慣れて、あ、なるほどねって理解していってできるようになっていく、あのちょっと熟成タイプなんで、これ慣れが必要かもしれないですね僕。で今高精度にしたんで若干処理に時間はかかったんですが、ほう、あ、やっぱりね、スキャンできてないところがありますね。これ地面にバッて置いてスキャンしたんで、これカエルをこうやってひっくり返せばよかったのかもしれないですね。はい、でも結構拾ってますね、あんだけ雑だったのに。まあ、とはいえまだまだ下手くそなんで、もう一回やりましょうか。じゃあちょっとね、この上の丸ボタンで戻って、スキャンデータ削除。はい、ほなじゃあもう一回やりましょうかっていう話でいきます。これあれですね、なんか遠隔でターンテーブルが回るような機械が欲しいですね。それがあれば結構やりやすくなるんじゃないでしょうか。ということで、プロジェクトリスト、新規プロジェクト、じゃあもう一回やりましょう。大丈夫かな。やっぱりね、黒いところは拾えないんで、さっきカエルの目拾えなかったですね。はい、これでカメラウィンドウを見ながら赤すぎないようにすると。こんなもん、これがちょうどいいかな。じゃあもう一回やってみます。ポチッ。はい、今スキャンしてますよ。まあ、大体一周してきたんで、ちょっと倒してみましょうかね、これ。あ、すげえ、合わせてくれた、ありがとう。じゃあ次はこれでもう一回こう、さっきスキャンできなかったところを拾っていきます。どうや、これでインジケーターライトが青すぎると、全部青だと、ローソンだと遠いっていう判断になるみたいですね。よし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 、この状態で維持しつつ、これは長くなるぞ、慣れるまで。 OK、 したらどうだ、これでいけるかな。スキャンしたデータを見てみると、さっきよりはいいかもしれない。一旦じゃあ天群データを生成します。はい、来ました。あれ、なんか目拾ってない、目のテクスチャー拾ってる。あ、すげえ。やっぱね、僕自身の問題なんですよね。スキャンが下手っていう、単純に。だけどあんだけ下手なスキャンでも見てください、これ。ほら、カエルくんのこのイボイボとか、さっきの目のテクスチャとか、
黒いのに拾えているんですよね。ほらすごくないですかこれ。やっぱりどうしてもスキャンができてないところはあるんですが、エインスターの推しポイントでもあった黒くて光沢のある部分でもスキャンできるように改善されてますと、そんなようなことが書いてあったんですが、これは間違いないですね。本当ですね。近づきすぎるとあれなんですけど、はい、ちゃんと目がスキャンされてます。すげえ。でじゃあまたメッシュ化を押してあげて、あでもいらないところがあるんでこれ消さないといけないですね。コントロールを押してラスト選択で選択して、選択できなくて、全て選択してカエルくんだけを、選択外してあげて、選択したデータを削除と、これで OK。 そしたらじゃあメッシュ化を一旦ポチッと押してみて、この左側にメッシュパラメーターが出てきます。完全に穴埋めしない状態、全部穴埋めする状態、半分穴埋めする状態っていうのがあるみたいなんですが、今回は全部穴埋めをしてもらって、処理に時間はかかるでしょうがクオリティは高くしてあげて、フィルターわからんからとりあえず高くしておきましょう。スムージング、スムージングは多分このデコボコが滑らかになるのかな。これはもう標準で、高すぎるとディティール潰れちゃいそうなんでこのままで。メッシュ削減、あーなるほど、ちょっと見づらいんですけど、右下の方にポイント数1916609ポイントあります。要はポイントっていうのは頂点なんで、191万強の点々で構成されてるカエルです。なんでこれを全部ねポリゴンにするととんでもなく重くなるよっていうことなんで、じゃあとりあえずこれでいきましょう。で処理していますと、すると、はい、処理が終わりました。なんかできてね。ちょっと待って、今見えてる目の部分、これはスキャンできてたんですけど、裏面目できてなかったんですよ。これねチラッと見るとね、なんか目あるんですよ。すげえ、なんでスキャンできてなかったのに。でこことかスキャンできてなかったところもなんか補正してくれてるんですよね。お、すごい、すごいですね。お腹のシワとか、あんだけ下手くそなスキャンだったのに、やっぱりねこの脇の下とかね、ここの接地面あたりは黒いんですけど、でもあんだけ雑だったのにここまで綺麗にモデル作れてるんですよ。これ予想外だな。すげえなこれ。すごくない？これはいい。感動、めっちゃ感動してる今。すごいっすね。 OK です。じゃあこれで、なるほど、テクスチャリマップなんてできる。はあはあはあ、なるほどね。この左側にメッシュを調整できるってことですね、ここで。で、今がポリゴン数、429万ポリゴン。結構重いです。めちゃくちゃ重いです。なんで、またこっからさらにポリゴン減らせますよと。で、このパラメータをピーッといじると、すごいですね。ちゃんと削減後のパラメータも予測して出してくれるってことで。ちょっと重すぎてもあれなんで、100万までにしとこうかな。あ、だいたい、そうですね、こんぐらいで。で確認する。はいはいはい、こうなりましたよと。テクスチャ一回オフにしてみると、スキャンできなかったところは自動穴埋めなんで、やっぱりのぺっとなっちゃいますが、背中のイボイボちゃんと拾ってますね。すごいですね、さすが最新型っていうだけあってちゃんと拾ってますね。テクスチャはあんまりいじってないんで、あの頂点数落としても、なんだろう、まあ、ディティール甘くなるかなぐらいの感じだと思います。メッシュ最適化、曲率に基づいて三角形を追加して再メッシュするより形状を強調することができます。ということは失ってしまったディティールを取り戻すことができるみたいな感じですかね。ちょっとじゃあ結構強めに80にして確認すると、はい、処理が終わりました。あーなるほど、これあれですね、デノイズみたいな感じの雰囲気がありますねこれ。あー綺麗綺麗になった。さっきね、目若干つぶれ気味だったんですけど、ちゃんとこの目の丸さも出てきて、なんか滑らかというか整った感じがしますね。なるほど、あ、取り消しができる、取り消ししよう。あんま変わんねえか、変わんねえのか。戻るのはちょっと手間かかるかもしれないですね。戻るときどうすればいいんだ。テクスチャリマップ、もう一回リマップしてみようと。さっきね、青いベコベコがいっぱいあったんで、これが綺麗になるかどうかですね。はい、テクスチャリマップ完了しました。うん、さっきの青いエラー部分がなくなってバッチリテクスチャ乗りましたね。やっぱり色つくとメッシュのね解像度を落としても、まあ、悪い感じしないですね。ってことはそれだけ綺麗に色を拾っているっていう証拠にもなってますよね。一旦じゃあテクスチャ調整とかメッシュ削減とかここら辺の
数値をいじるのみで、今回は一旦ここまででいこうかなと思います。すいません、時間の都合上申し訳ないですけど。でまあいろいろできたんで、スキャンデータを保存する。じゃあこれでスキャン、まあ名前はこのまま でここでファイルタイプを選べて STLOBJPLY3MF。 正直僕は右2つの PLY3MF この2つのファイルあんま使わないんで、あんまというか全く使わないんで分かんないんで、とりあえず今回はテクスチャ付きのモデルとして OBJ を保存しようと思います。はい、保存されました。はい、ということで、もうちょっとドタバタで慣れないって言いながらなんとかここまでやったんですが、綺麗にできました。綺麗ということで、一通りチュートリアルはクリアできたと思うので、裏でいろいろスキャンしてこようと思います。それではまた。はい、面白そうなものをいろいろスキャンしてみました。あ、早速紹介していきましょう。まずはこちら、スキャンし直したカエル、イオビーズハンド、オリジナルドラゴンその1、オリジナルドラゴンその2、ポテチの袋、ポケモンのぬいぐるみ、そしてモンスターハンターのハイクオリティフィギュア。ということで、このスキャンしたものたちを Z ブラシやブレンダー、3D プリンターを使って遊んでいきたいと思います。それでは 3D スキャンしたデータをいろいろいじって遊んでみましょう。 Z ブラシを起動して OBJ 形式、または STL で書き出したデータをの右のツールの欄からインポートしてみましょう。はい、今回はイオベースハンドとオリジナルドラゴンを読み込んでみました。こちらで少し遊んでみようと思います。はい、ではまずこのオリジナルドラゴンから少しリブラシでいじって遊んでみようと思います。まあ、遊ぶっていうよりかはちょっと手直し的な感じで筆を加えていこうかなと思うんですが、やっぱりうまくスキャンできなかったところって、こんな風に穴を埋めてくれてはいるんですが、風船のような穴埋めになってしまっていて、これでは正直あの 3D プリントしたり、他のブレンダーとかマヤとかそういった 3DCG ソフトに持っていくことができないので、これを修正していこうかなと思います。ではまず、このゴミはね、これはもう単純です。コントロールを押してマスク、今回マスクラストを使ってピーッと囲ってあげて手動で取ってあげます。ゴミを削除します。そうするとゴミは消えるんですが、こんな風にね、穴が開いてしまうので、このトポロジー編集の穴閉じ、これをしてあげましょう。はい、じゃあ次は風船状に穴埋めされてしまったこれをちょっと手直ししていこうかなと思うんですが、これがちょっとめんどくさくて、普通にムースをかけて慣らしていくのもいいんですけど、それだとね、どうしても時間がかかりすぎてしまうと。ここでプレイビルドアップだったり、スタンダードブラシ、ダムスタンダードブラシ、ムーブを使って、ね、オルトキーを押しながらこんな風に風船を潰していくような感じでどんどん修正していきます。これもちょっとカットします。はい、という感じでどうでしょう、めちゃくちゃ綺麗になったんじゃないでしょうか。さっきまでお腹の足の間とかに埋まってた風船だったり、翼を全部埋まってたあの風船がなくなりましたね。めっちゃ大変でした。そして、まあ、スキャンしたモデルそのまんま使うとやっぱりどうしてもディティールが潰れてしまうので、まあ、ちょっぴりこう加筆してあげてディティールを強調しています。爪もね、本当は作ってたんですけど爪も潰れちゃってたんで、新しく造形し直したりだとか、ちょっとね、手間はかかるんですけど、それでもこのモデルはもともと 3D スキャンしたものですので、かなりねクオリティ高く仕上げられているんじゃないでしょうか。ではまあこんな感じで手直しをして 3D プリントしたり、他の CG ソフトに持っていくことができるよっていう作業でした。じゃあ同様にヨーベイズハンド 3D スキャンしたものを読み込んでみたんですが、を見てみるとスキャンが汚い部分があるんですよ。とってもスキャンしたのは左腕なんですけど、インサーを持ってる右腕でこうぐっと360度スキャンするっていうのが物理的にすごい難しくて、ちょっとねスキャン失敗しちゃってるところがあるんですね。こんな感じでこう段差ができちゃったりとか、ミルフィーユみたいな塔ができちゃったり、もうなんなら指潰れちゃってるとかね、こういうのがあって、まあ、ちょっと残念な感じになってるので、これもさっきのドラゴンと同様にブラシを使って直しをしていこうと思います。はい、
ではこのイオベーズハンドの手直しが終わりましたので、ここから本格的に遊んでいこうと思います。じゃあまずどんな風に遊んでいこうかなというところなんですが、この手をピースの形に変えてみようかなと思います。単純に関節にマスクをかけてあげて、トランスポースで曲げてあげるっていう感じで、どんどん表情をつけて遊んであげることもできるんですが、よりポージングをつけやすくするために一旦複製します。それでは複製したものを 3D メッシャーで綺麗なローポリにしてあげます。はい、 3D メッシャーが終わりました。これをフレーム表示にしてみるとこんな感じ。結構ね、こういう風にローポリにしてあげると、まあ、調整がしやすくなります。ではこれと複製元の字が細かい方、これを一旦こう重ねまして、ローポリの方を選択してディバイドをかけます。サブディビジョンレベル1の状態から投影をしてあげます。サブディビジョンレベル2に上げて、もう一個いこうかな、ワイドしてベルサーになってるのを確認して全て投影、まあ、こんな感じにしてあげると、サブディビジョンレベル1の状態だとこんな風にメッシュが綺麗なんですが、これを崩さずにこのディティールをちゃんと拾ってくれる、投影してくれるっていう作業ですね。元のメッシュとこのメッシュの手相もちゃんと反映しつつも、サブディビジョンレベルを下げるとちゃんとローポリになってるっていう、この状態が一番編集しやすいので、この状態に一旦持ってきました。ではこの状態でマスクをかけてポージングをして、パーの状態からピースにポージング変更をしていこうと思います。はい、ポージング付けが終わりました。どうでしょうか。ちょっとね、遊び程度の作業量なんで、めちゃくちゃハイクオリティってわけではないんですが、どうですか、ちゃんとピースできてますか。はい、こんな感じでマスクを使ってスキャンしたモデルをポージングさせることもできます。そしてここからさらにもうちょっと遊んでみるとすると、マスクを使ってマスクペンの状態で、例えばこういう風に腕部分にこのようにマスクをかけてあげます。あ、じゃあここからどうしようかと、ところでこの状態で抽出っていう部分を押します。でこの状態で両面をオフにして厚さをゼロにします。この状態で抽出をポチッと押してみます。するとこのマスクをかけた部分でメッシュを作ることができます。でこれ抽出を押したら確定を押してあげて、はい、こんな感じでリストバンド的なものを作ることができました。で今作ったものが、これをこうトランスポースでちょっと大きくしてあげると、こんな感じでスキャンした自分の腕をベースに、なんていうんですかね、ぴったり合うようなアクセサリーを作ることもできそうです。ね、これ今回腕にマスクをかけて抽出しましたが、指の部分ですね、この部分にこんな風にマスクをかけてあげて、先ほどのように抽出を押して指輪を作ることもできそうです。またちょっと男の子的な遊び方になるんですが、さっきのね、この作った腕輪を魔改造してあげて、こういう風にね、二つですけどこういじって好きな形にしてあげて、はい、こんな感じで2本の指で目つぶししつつも、この腕につけた武器で相手の眉間を打ち抜くみたいな動きも作ることができちゃいます。まあそれは冗談なんですが、まあ、こんな感じで自分の体をスキャンして、それに沿った形状で何か道具を作るだとか、まあ、そうですね、コスプレ用品を作ってみるだとか、そういった使い方もできます。まあ、ブレンダーとか Z ブラシとかでこうモデリングができるソフトにこんな感じで持ってくると、かなり遊ぶことができるかなと思います。応用の幅がもう何でも効きそうな感じがしますね。はい、というわけで Z ブラシを使ってポージングを加えてみたり、こんな感じでスキャンした形状に沿ったアクセサリーや小道具を作るといったことをやってみました。これで完成したモデルはもちろん3D プリントして現実世界に出力することもできますし、 3DCG の中に持って行って、まあ、遊ぶこともできちゃいます。以上、 Z ブラシ編でした。次に無料 3DCG ソフトをブレンダーでも遊んでみましょう。 Z ブラシ同様に OBJ 形式のファイルをインポートするんですが、まずは元々あるものを全選択して除去しましょう。はい、ではこの左上のファイルからインポートを押して、 OBJ これを押してインポートしてあげます。はい、インポートが完了しました。あれ、なんかモデルが表示されていないと思いきや、はい、マウスホイールを回すとこんな感じで、あまりにもモデルがでかすぎてちょっと離れて表示されていました。じゃあこれを一旦中心にできます。隠して G を押して、とりあえず真ん中に持ってきます。でもこのままだと原点が別の場所にあるので、右クリックして原点を設定、原点をジオメトリへ移動、これをして、まあ、ちょっと一つずつ
ちょっと面倒なんですが、ちょっと調整していこうかなと思います。はい、読み込んだ後、テールを調整して、このように見やすいように配置してみました。はい、どうでしょうか？これ全部、エインスターでスキャンしたモデルたちです。この、モンハンのフィギュアの細かさやばいですよね。はい。では、このブレンダーを使って、レンダリングをして遊んでいこうと思います。ということで、改めて紹介すると、イオベーズハンド、ポケモンビッパのぬいぐるみ、そしてモンスターハンターシャガルマガラのフィギュア、そして僕が作ったヒキガエルのフィギュア、そしてまたまた僕の作ったオリジナルドラゴンフィギュア、そしてポテチの袋。今回はこの6種類をちょっとレンダリングして遊んでみようかなと思います。ではまず色が全くついていない状態なんですが、色をつけていこうと思います。まずはこの右側のところでメニュー画面をグリグリ動かせるところで右クリックを押して垂直に分割、画面を半分に割ってあげます。そして割ってあげたところで左上のマークを押してシェーダーエディターというものに飛んでいきます。はい、こうするとこんな感じで、お、なんか画像がもうつながれてますね。はい、OBJ 形式でこんな風に接続すると、もともとテクスチャを読み込んでいる状態で表示してくれるみたいです。じゃあ今何も色ついてないじゃんってなるんですが、ここで右上を見てみるといくつか丸が並んでいます。ここでちょっと変更してあげると、はい、こんな感じでスキャンしたテクスチャを表示してくれます。ちょっと軽く見ていきましょうか。こちらは僕の腕です。まあ自慢できるもんじゃないんですが、こっち近づいてみるとね、毛穴だったりこの手の赤みだったり、よーく見てみるとこんな風に静脈の青い部分までしっかり色を拾って表現しています。次はぬいぐるみのビッパちゃん、これもよく見てみるとぬいぐるみのこのモコモコ感っていうのをしっかりテクスチャーで拾ってくれているので、普通のメッシュで見ると全然モコモコじゃないんですけど、テクスチャーをオンにしてみるとこんな感じでちゃんと毛並みが表現されています。これすごいですよね。ぬいぐるみもこんな綺麗にスキャンできるんだってちょっと感動しました。はい、そしてそしてこちらモンスターハンターのハイクオリティなフィギュア、ね、この手の部分とかスキャンしきれてないところはあるんですが、羽すごいですよね。これこんな、いや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 、すごいですよね。ラビクの質感、ドラゴンの鱗のヒール、テクスチャを切るとバッチリ拾えてますね。原型師さんの力が目に見えてわかるスキャン内容となっております。まあ、とはいえこうアップで見てみると、どうしてもめちゃくちゃ細かい部分はスキャンできていないです。あくまでこの鱗の起伏だったり、まあ、テクスチャの部分である色情報というところを拾ってくれています。こうめちゃくちゃ近くに寄ってみて眼球がしっかりあるところまでスキャンされていたら、もう逆に怖いぐらいのスキャン精度になるんで、はい。そして僕の打ったヒキガエルくん、メッシュで見るとこんな感じで、テクスチャをオンにするとパリと 3D プリンターで作ったレジンの質感、目の輝きしっかり表現されています。すごいなはい。そしてあの僕の作ったドラゴンなんですが、これのすごいところはヒラヒラなんですよ。正直僕もちょっと実験的でうまくできるかなって興味本位でやったんですけど、できちゃいましたね。普通 3D スキャンってこういう なんだろう複雑な形というか、こんな情報量の多いモデルっていうのは苦手なはずなんですけど、ドラゴンのヒゲの部分、これあっちり拾ってるんですよね。これすごいですよね。まあ、ちょっとメッシュ化する時のパラメータをしくじったせいで、ね、このモンハンのドラゴンみたいな細かいディティールがちょっと潰れて滑らかになってしまってはいるんですけど、まあ、テクスチャをオンにすると、まあ、こんな感じでやっぱりディティールもテクスチャとして表現してくれているので、まあまあ問題ないかなと。そしてポテトチップスですよ。メッシュの状態も袋の感じ、パキッとしたシワが入ってて完璧なんですが、テクスチャをオンにすると、はい、こんな感じでちゃんと字読めちゃうんですよね。これがどこのポテトチップスなのか、使われているジャガイモはバレー所で本の遺伝子組み換えでないものを使われていて、内容量は 60g あってとか、文字がちゃんと読めちゃうぐらいしっかりスキャンされてるんですよね。というわけで、まあ一通り紹介を終えたところで、これをレンダリングして遊んでみようと思います。ではじゃあまず最初に何をするかっていうと、ちょっと地面を追加しましょうか。まず Shift A を押してメッシュ平面、これを追加してあげます。追加してあげたら S キーを押して地面を追加してあげて、これもね、マテリアルいじりましょうか。僕はビョンビョンって動くところにカーソル持ってきて、
エリア統合で空きスペースのところでクリックしてあげると元に戻ります。まずはじゃあ平面を選んで、右のメニューバーのマテリアル新規ベースカラーを一旦真っ黒にしてあげて、メタリックマックス粗さをまあほどほどにしてあげる。はい、一旦じゃあここまでで簡単に台座を作ってあげました。そしてレンダリングをする前に軽く設定をしておきたいんですが、右のメニュー欄のレンダーを開いてあげて、レンダーエンジン EV となってますが、これをサイクルスにしてあげます。そしてサイクルスにしてあげた後にデバイス CPU から GPU に変えてあげましょう。はい、そしてちょっと今のうちに設定しておきたいことがあって、最大サンプル数、ビューポートとレンダー2つの設定部分があるんですが、ここで最大サンプル数、これを128とかちょっとかなり低めにしてあげます。レンダーのところも152とかこのくらいに設定してあげます。そしてレンダリングの設定として、まあまあ一旦ここで OK として、今レンダリングする画面じゃないんですが、これをレンダリングする画面にします。先ほどのテクスチャを表示したこのシェーディングアイコンのもう一つ右側、これをポチッと押してあげると、はい、なんだか見栄えが変わりましたね。でちょっと今ライトがないんで真っ暗になってるんで、ライトを追加してあげます。右のメニューバーのワールドを開いて、カラー、これを待機テクスチャにしてあげましょう。すると、はい、ライティングが追加されました。あれ？なんか透明だな。思うんですけど、どうやらなんか OBJ をインポートしてそのままこの画面に持ってくると、どうやら透明のマテリアルがオンになってるみたいなんで、これを解除します。じゃあまずは手から。手を選択して、右のメニューバーのマテリアル。でここでちょっと隠れてるんですけど、この電波っていうところを開いてあげて、ウェイトが1になってます。これのせいで透明になってたわけなんですね。これを0にして、他のものも同様に電波を0にしていきます。はい、電波が0になりました。まあ、OK かなと思いきや、実はまだ質感表現がちょっと本物とは程遠い状態になっています。というのも、じゃあ例えば、フードチップスの袋見てみると、本物はもっとメタリックな感じがしているかと思うんですが、特に光沢があるわけでもなく、マットな質感になっていることがわかるかなと。こいつのマテリアルをいじって、実物に近づけていこうと思います。それぞれのスキャンモデルについてもちょっといじって実物に近づけてみようと思います。はい、マテリアル設定し終わりました。マテリアルをつけたのと同時に、このワールドの待機テクスチャをいじって、若干こうスタジオライク風にライティングを変更してみました。これを設定するには、この空気抵抗、チリ、オゾン、この3つのパラメータをいじってあげましょう。この場合はチリを 100% か0にしてあげて、オゾンは太陽光の青みがかった感じを調整してあげる。そして空気抵抗はこんな感じで、完全に0だと背景がまあなくなってしまって、1からだんだん10にしていくと、朝の状態から夕方になっていくといった感じでパラメータを動かすと調整することができます。今回は0でしょうかね。はい、そしてデフォルトの設定だと若干明るすぎるので、太陽の強さはもう1から 0.2 まで下げました。そしてこの太陽のサイズを上げてあげると見づらいんですけど、太陽が大きくなるということは影の部分が少なくなるんですよね。なんでこうパキッと決めたい場合は太陽のサイズを小さめにしてあげて、柔らかい光の表現をしてあげたいときは太陽のサイズを大きくしてあげましょう。今回はちょっと見やすいようにしてあげたいので、まあ、若干大きめに設定してあげます。はい、こんな風にちょっとライティングを変更してあげるだけで見やすくなったんじゃないでしょうか。ではレンダリングをするためのカメラを追加していきましょう。シフト A でカメラを追加。カメラは追加されたんですが見えません。なので平行透視にしてあげて G キーを押して、で、まあ、このオブジェクトがでかいせいなのかカメラがちっちゃく見えますが、にカメラがあります。ではまずこの右のメニューからカメラボタンを押して、そうですね、焦点距離今 50mm なんですが、これを一旦こう300までにしましょう。望遠カメラにしてあげて、まあ、なんとなくカメラの設定ができたところで、一旦このシーンコレクションがあるところの左側にカメラのマークがあります。このカメラのマークをポチッとして、カメラビューに切り替えて、この隠れてるメニューバーを出してあげます。上のところですね。ここでビューっていうところを押して、カメラをビューに、これをチェック入れます。この状態でマウスホイールをクイクイッと出してあげると、はい、こんな感じで、ビュー操作がもうカメラ操作、カメラ調整に当てることができます。これで画角内に入れて、F12 をポチッと押すと、はい、こんな感じでレンダー画面が別で出てきます。こうするとどうでしょうか。これがレンダー結果になるんですが、めっ
っちゃ綺麗にレンダリングできてません？色ベイズハンドもなんか実物と大差ないほどのみずみずしさというか生々しさがありつつ、ぬいぐるみも見てみるとまるでスタジオで写真を撮ったかのような仕上がりになってますね。これすごいですよね。てなわけでこんな感じでレンダーエンジンをサイクルスにして、簡単にパラメータを決めて F12 ボタンポチッと押すだけでこんな風にレンダリングができちゃいます。こんな感じで他のモデルもレンダリングして写真を撮っていこうと思います。するとこんな感じに仕上がりました。いやー 3D スキャンすごいですね。これやってみて思ったんですが、メッシュがディティールを拾いきれていなくてもテクスチャが保管してくれているので比較的違和感なくスキャンモデルを使うことができました。本格的に活用していくにはノーマルマップや細かな質感表現などを詰めていく必要がありますが、スキャンしてポンと 3DCG ソフトに持ってきただけでこのクオリティはかなりすごいです。手を加えていないスキャンモデルっていうのはちょっと頂点数が多くて、こういった 3DCG ソフトに持ってくると動作が重くなって落ちてしまう原因にもなるので、頂点数を減らして軽いデータにしてこういったレンダリングなど重い処理を行うのがいいんですが、時間があればリトポしてゲームや 3DCG 用に最適化するといいと思います。でもね、この現実のものを 3DCG の中に召喚できるというのはかなり革命的で、動作の幅がぐっと広がりそうだなと感じました。最後はフィギュアで出力してみようと思います。使用するモデルはイオベイズハンド、ドラゴンフィギュア、カエル、ポテチの袋。出力するプリンターは最新 12K 解像度のエレゴーサターン3ウルトラ。レジンは SK 本舗さんのファストライジングレジン。水のようなシャバシャバ感でプリント速度に秀でた試作特化型レジンとなっています。それでは早速 G2 ボックスでスライスしていきます。ファストライジングレジンの性質を最大限活かすため、今回は普段よりかなり攻めた設定にしてみます。サターン3ウルトラのプリセットのスタンダードレジンファストモードを使ってみます。なんとリフト速度が300、リトラクト速度が1000と普段の設定パラメーターより3倍の設定になっております。果たしてこれで本当に出力できるのか、正直初めての試みなんでかなり不安なんですが、メリメリハクリオンが聞こえてるのでこれで一応うまくいってるみたい。開始から2時間ほどで出力が完了しました。だいたいうまくいったみたいです。ちょっとねポテチの袋の薄い部分がね欠けちゃったりしてたんですけど、まあこれはしょうがないですね。いつも通りの設定だったら6時間ぐらいかかっていたかなって思うんですが、さすがはファストライジングレジン、このサイズを爆速で出力できたのは本当にびっくりしました。洗浄した後はディティールを確認しやすいよう模型用サーフェイサーを拭いてみました。今回は少し小さめに出力してみましたがどうでしょうか。小さめに出力してるというのもあっていい密度感ですよね。このエインスターと 12K プリンターの合わせ技、めちゃくちゃいい仕上がりになったと思います。はい、いかがでしたでしょうか。 3D スキャンしたものを Z ブラシ、ブレンダー、3D プリントといろいろ遊んでみました。ではまとめとしてエインスターのいいとこ悪いとこまとめてみます。いいところ、ソフトの処理機能が優秀。いやこれうまくスキャンできたかなと不安があってもメッシュ化すると案外綺麗に出力されました。テクスチャスキャンが本当に綺麗。スキャンした手の動脈までもバッチリ拾われていますし、なんといってもポテチの袋ですよね。データになってもしっかり文字が読めるほどスキャンされていて超感動しました。マジですごいっすねこれ。そして人間や生き物のスキャンも可能。スキャン対象物として人間が挙げられることが多いですが、愛するペットまでもスキャンすることができちゃいそうです。スキャン完了まで動かないようにしてもらうことは難しそうですが、お昼寝しているところとかだったらいけそうですね。悪かったところ、小さいものは一応スキャンできるけど得意ではない。仕方がないが PC 推奨スペックが少し高め。そしてフィギュアなどの形が複雑なものはスキャン難易度高めで試行錯誤する必要があります。スキャンできたとしても不完全な場合が多いのである程度手直しが必要かなと思います。そしてソフトの操作が若干不便。コントロール Z で戻ることができなかったり、ちょっと説明不足で分かりにくい部分がありました。そしてこれですね、使うには PC だけでなく電源コンセントも必要なので基本室内でのスキャンに限られてしまいますが、ポータブル電源とノート PC を使えば屋外への出張スキャンも可能かもしれません。
ということで、本来であればフィールドワークに出かけて、木や岩などの自然物をスキャンしに行って、それも動画にする予定だったんですが、残念なことに機材トラブルで動画投稿までに間に合いませんでした。まあ後 SNS X ですね、旧 Twitter にてスキャンしたものを投稿しようと思っておりますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。そして、話が変わって、キャンセル際の注意点として、 3D スキャナーは透明なもの、黒いもの、反射や光沢が強いものなどといった光を読み取る際の相性が悪いものはスキャンすることができません。例えばステンレスの工具をスキャンしたいとなった場合は、反射や光沢が強いものに当たるのでスキャンできません。そういった場合はグレーのサーフェイサーを吹きつけてあげるとスキャンすることができます。また 3D スキャンする際の便利グッズとして、ラバーペイントスプレー、超過スプレーというものがあります。ラバーペイントスプレーは塗っても簡単に剥がすことができるので、簡単に元通りにすることができおすすめです。デメリットとしては塗膜が厚めになってしまうこと、そのためスキャン精度を求める際は控えた方がいいと思います。超過スプレーは塗装後の塗膜が揮発して時間経過で元通りになる 3D スキャン専用スプレーです。デメリットとしては揮発との時間勝負であり、慣れが必要なこと、価格が少し高価なことかなと思います。動画概要欄の方に商品 URL を記載しておりますので、それぞれチェックしてみてくださいといった感じで、初めて 3D スキャナーインスタを使ってみましたが、 DIY やフィギュア制作、3DCG や貴重品のデータ保存などとかなり活用の幅が広く、十分仕事にも活用できるクオリティでしたので、使い方次第では高かった機材代なんてすぐに元が取れてしまうんじゃないでしょうか。スキャン精度が高いので、うまく使えば非常に強力なツールになることを間違いなしなんですが、一方で悪用の危険性も少なからずあると思います。例えばフィギュアなどをスキャンしてコピー品を販売するといったことも正直できてしまうので、法律を守ることはもちろん、モラルを大切に持った上で活用していくこと、これが重要になってくると思います。なお私的利用の範疇であれば 3D スキャンを楽しむことができるので、いい品の販売や配布などをしなければ大丈夫です。最後に改めてセール情報のお知らせです。動画投稿日である本日4月2日より、 SK 本舗さんにて通常価格16万7200円のところ、1万8700円引きの14万8500円のセール価格で販売されております。こういったセールはかなりレアですので、ご購入を検討されている方はこのチャンスをお見逃しなく。動画概要欄の方にショップの URL を貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。今回スキャンした一部モデルについては、動画概要欄に記載しておりますスケッチファブにて、公開しておりますので、令和最新機種のスキャンがどんなもんなのか360度グリグリ動かして確認してみてください。以上、チャイニング 3D ハンディ 3D スキャナーエインスターのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。またね。